タコンさんの一日のルーティーン。ルーティーン、うん、ジャズとコーヒーと朝のこの木漏れ日。僕らはどっちかというと嫌いなことが似てるねっていう。だから嫌いなものが似てる。アプローチとして初めて目にした。洋服はアイデンティティを作る、複数持つといろんな顔を見せるっていう、これによって出会いもビジネスシーンも変わってくるっていう理屈を持ってるんですよね。世の中の女性が全員いいなって思うと思うんですけど、